誤って落ちたのかもしれません。今日、阿賀野市で排水路から上がれずにいるカルガモのヒナが見つかりました。ヒナの脱出劇をカメラが捉えました。親子のピンチに気づいたのは米農家の男性でした。いましたね、あそこですね。そこにいたのは母ガモと見上げる8羽のヒナ。ここは阿賀野市にある農業用の排水路です。母ガモがジャンプして陸に上がってみせてもヒナたちはついていくことができません。見つけた男性によるとこの状態が昨日から続いているといいます。落ちちゃったんですかね。親にくっついてって助けようと近づいてみると捕まえることができません。そこに1台の車が。通報を受けてやってきた排水路を管理する土地改良区の職員です。水面に置いたのは板。ヒナが上がれるように足場を作ろうというのです。こんな感じでほっとくとこういかれるかな。排水路に落ちるケースってあるんですか？ありますね。連絡が入るのは、まあ、2とか3とかそれくらいかもしれません。上がってくれればいいと思いますね。流されないよう釘を打ち紐で固定しました。果たして足場を使ってくれるのか。待つこと3時間。母ガモが上がると子ガモたちも上がっています。ついにヒナの脱出成功と思いきや1羽取り残されてしまいました。ついていけるのか。最後のヒナも無事脱出。家族のもとへと元気に走っていきました。